ナオティです。駒技検定4段縄跳びやっていきましょう。縄跳びは紐乗せ状態の駒を打ち上げて、で紐がさらにその上を飛び越えてまた駒が紐の上に乗る、それを繰り返す技になっております。それではやっていきましょう。どうぞ。さあ、縄跳びをやってもらうんですけれども、その前提になっている技トランポリンから確認をしていきます。紐乗せ状態の駒を上に打ち上げるトスを繰り返すのがトランポリンなんですけれども、この上に駒を打ち上げる方法がポイントになっています。両手をピンと張ることで駒が上に打ち上がるんですね。ピンと張るだけ、手は上下はしていないので見てみてください。はい、手の高さは変わらないんですね。そして駒が上に浮いている間は紐はずっとピンと張ったままにしてください。そして駒が戻ってきたら利き手です。利き手の近くで駒を受けるようにしてください。なぜそうするといいかというと、紐の真ん中で駒を受けると手から遠いので調整しなくちゃいけないんですね。でも手の近くで受けると手で取りに行くのと同じぐらい簡単なんですよ。なのでできるだけ手に触れないぐらいの近くの紐の上で打てるようにしてください。さあ、もう一点です。駒が紐に乗る直前、この瞬間に紐を緩めます。ずっと張ってたんですけれども、駒が紐に乗る直前には緩めてください。はい、やってはいけない例をお見せしたいと思います。まず紐乗せから入るじゃないですか。でこんな感じで、はい、駒を打ち上げるときに両手が上に上がってはいけません。そしてここ紐をピンと張らずに緩んだままだと駒が打ち上がって、で戻って降りてくるときに紐が揺れてしまっているのでスカッと外れちゃうんですね。駒が紐の上に乗っかってくれないんです。ですのでピンと張って駒を打ち上げる、手の高さは変えない、そしてピンと張ったまま駒を待って、また紐の上に駒が乗る直前に緩める、これを繰り返してみてください。はい、というのがトランポリンなんですけれども、この動作がそのまま縄跳びで使えるんですね。紐乗せをした後に手の高さを変えずにピンと張って駒を打ち上げるじゃないですか。その後に紐をピンと張ったまま打ち上がった駒のさらに上を紐が通ってまた戻ってきます。そして駒が紐に乗る直前に緩めます。駒を受ける場所は手の近くです。これを繰り返すと縄跳びになります。はい、それでは最後に手元からの視線でご覧ください。はい、お疲れ様でした。駒技検定4段縄跳びご覧いただきありがとうございました。ナオティでした。すげえ。